新快速豊橋行きです。大垣よりますと、穂積、西岐阜、岐阜の順に各駅に停車をし、岐阜からは和織、一宮、名古屋、金山、大部、刈谷、安城、岡崎、米子折、三河大塚、終点豊橋の順に停車をいたします。本日この列車は三河大塚駅に臨時停車いたします。
ご乗車ありがとうございます。新快速豊橋行きです。次は岐阜です。The next stop is 岐阜。
南線の到着出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。新幹線、中央線、関西線、名鉄線、近鉄線、大波線、地下鉄東山線、桜通り線、ご利用のお客様は乗り換えです。新幹線上り静岡東京方面は14番、15番線、下り京都新大阪方面は16番、17番線です。特急シナノ7号長野行き10時ちょうど発、車は10番線、特急南紀3号紀伊勝浦行き10時1分発、乗り場12番線です。この先の東海道線各駅に止まります。普通列車豊橋行き9時33分発、乗り場変わりまして3番線です。車内にお手荷物などお忘れ物なさいませんようご注意ください。ご利用の列車は新快速豊橋行きです。名古屋を出ますと次は金谷座に止まります。新快速豊橋行き発車いたします。ドアを閉めます。ご注意ください。お客様にお願いいたします。
新快速豊橋行き発車いたします。ドアを閉めます。ご注意ください。
1番線から列車が発車します。ご注意ください。各駅に
車岡崎行き9時54分発。着きましたホームの向かい側は1番線です。車内にお手荷物などお忘れ物なさいませんようご注意ください。仮に折れますと次は安定に止まります。ホームユーザーレバーカリアザローズのレフトサイドロペプリーチェンジオンザメンタスライン。
Thank you.
2023年も JR 東海をご利用いただきましてありがとうございました。来年も皆様にとって